いいな。それではそれではではでは早速第1巡目を引いていこうかしら。完璧な作戦、作戦計画である。まずこっちだから。はあ、怖くなってきた。はあ、待って、ちょっとお祈りしよう。つかさくんとるいくんを引いて M ちゃんに褒められますように。よし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 。これ俺のお祈りポチポチ、何の意味もないお祈りポチポチだから。これよし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 、はい、よし、これできっと出る。ポチポチしたから出ます。みんなこれで言っとくけど、この1回の10連で3枚引くよ。俺この前ツイッターで星4を5枚くらい引いてる人のツイート流れてきたから、あれで俺もあやかって、なんか運が俺にも流れてきて俺も5枚引くんだよね。みんな申し訳ないけど、ガチャ普段出なくて苦しんでる人は今からの俺の放送を見て血涙を流し、リエルテレのガチャ運よこしやがれってアンチになるんだよね。やめてください、アンチにはならないでください。ガチャで引いてもアンチにはならないでください、お願いします。では1回目10連引かせていただきます。虹色になります。虹色ヒストリーいきます。はい、どうだ、何この、あーなんだよ。おい、なんだよ、なんか今ちょっとロードが長かったからよ、虹色くんのかと思って、なんか待ち構え、はなんで今ちょっと白いの長かったの、期待させやがって。でもこっから床がキラキラと光り虹色になります。いけ、昇格しろ。てってっとってだってあ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 れ、俺結構レン君に愛されるね。あや、なんか運を持っ、あれ、ちょっと待って、今日レン君の日、待ってくれ、それはちょっと待って、前回もレン君の日でレン君かぶりしてから、ちょっと落ち着いて、レン君一回帰ろっか、俺バナナ持ってないから一回帰ろっかね、一回帰ってくれるか、ちょっとお家にどうぞどうぞ。みのりちゃんだ、かわいいね、かわいいかわいい、いいよいいよ。そしてあー、幸先いいよ、幸先いい、幸先いいね。これはるい君が出るという布石です、つまりそういうこと。ほなみちゃんだ、いい、この凛々しい顔がいいですね。あ、小羽ちゃんだ、ってことは今回小羽ちゃんも出るっていう布石なんだよね、これ、つまり。え、あ、ちょっと違かった、ロングだったから雫ちゃんに見えたわ、いちかだった。あ、あれあれ、この服かわいいね、俺も着ようかな。いいな、かわいいね、それぞれの関わり方。あ、そうだ、ニーゴにね、レン君が現れたんだ、そうだそうだ。あれ、なんかいろんなレン君出てきたな。あれあれ、俺もその顔で今。レン君今同じ感情で今。おかしいなーっていう顔だよこれ。やばい、なんかちょっと嫌な予感してきた、今日レン君しか出ないのか、やばい。でもこれ言葉にしてしまったら言霊というものがありましてですね、レン君しか本当に出なくなる可能性が出てきたので。出るよー、出るよー、ピックアップ出るよー、出現率2倍、ほら、みんな見てこれ、出現率2倍なんですから、数字を信じろ、出現率2倍、この言葉を信じろ、すべて運は集約される、そう、つまり俺のもとにピックアップがやってくる、いや、単純計算でいけば 100% 中 6% だから、次で星4が1枚出るんですよ、みんな、計算って知ってる？確率って知ってる？つまり、次で星4が一回出るんですよ。信じて今からマジで出すからね。いくよ。はい。星4、星4、レッツゴー。はい。おっと。ああ、お腹痛くなってきた。あれ。いや、ここから昇格するからね、君たち。昇格本当にするから。今から俺のスマホ、iPad の画面が光り輝いて見えなくなる。ポリゴンフラッシュみたいになって、今、画面がピカ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 するから。いくよ、はい、来い、ひか、あ、え、あ、え、あ、あ、え、え、あ、あ、え、え、運営さん、隠
率単純計算でいけば20連に1回は星4が1。かわいいならよし。かわいい、このりんちゃんかわいいな、びっくりした今、かわいすぎて。俺にとってあのりんちゃんが星4だ。はぁ、アイリー嘘です、りんちゃんは星4じゃありません、星2です。アイリーこそ星4、嘘じゃないよ。ミクはね、ミクはすごいよね、わかるわかる。俺もそう思、ちょうどそう思ってた。かわいい、何持ってんの、石、重そうだね。なんだっけ、重かる石みたいなやつ、京都にあるんだよね、重いと感じたら重いみたいな。なんかどっかの神社にあったんだよ、なんか軽いと思いますか重いと思いますかみたいな石、それかな、もしかして。重軽石で合ってる、本当？伏見稲荷、伏見稲荷神社か、そうかそうか、俺一回持ったことあったっけ、あった、重かった気がするんだよな。俺にとってはあの石は重かったでした。はい、りんちゃんもだいぶ重そうな顔してるよ、そう、苦しそうだもんね、かわいい。俺こういうね、ちょっと困ってる顔好きなんだよね、なんだろう、人が困ってる姿見るのが好きなのかな。なんかちょっと汗かいて困ってる感じが実に可愛いですね。やっぱ可哀想は可愛い。これを俺の座右の銘にしていこうと思います。ところで出ないんですけど、あれ、単純計算でいけばもう1枚出てるはずなんですけど、え、いや次で2枚出るってことだよね、ってこと、次でなんか全部あれがこうしてぐちぐちぐちペってして2枚出るってこと、任してくれ、俺を信じて、いきます、2枚引きします、へい。あー待ってくれ、あー待ってくれー、あーちょっとゲロ吐きそう。え、ちょっと待って、お腹痛くなってきた。え、だってえ、確率2倍は、え、運営さん嘘ついた俺に、え、運営さん2倍って言ったよね、2倍って言ったよね、運営さん単純計算でもう出てるはずだよね、え、運営さん裏切りですか、運営さん、このほなみちゃん何回来るんじゃい、え、あれ、プロセカ運営さん、あーいい、こんにちはこんにちは、でも今は君じゃなくて、そういうことじゃなくて、あーレン君怖い怖い。レン君が来すぎて、レン君が来ると恐怖を怯える体になってしまった。わー、いいんですかそんな水着、いいな、可愛いね、夏はやっぱ水着が可愛い。怖い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 、やばいやばいやばい、本当にやばい、ちょやばいって、ちょっと待ってくれ、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、レン君ちょ一回一回あのお座りしてくれるか、レン君、あー、 M ちゃんこんにちは、あの行ってきてくんない、水木もだいぶ様子おかしいかもしれないけど、俺も今だいぶ様子おかしいからね、メイコ姉さん俺にも結構心配してくれていいんだよ。怖い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 、あれ、レン君、レン君こんにちは、レン君どうした、どうしたのレン君、あれ、しかもさっきも引いたねこのレン君ね、あ、同じ顔するよ、うん、ねえ違うじゃん、レン君そういうこと、レン君の確率が2倍ってこと、え、俺の端末だけレン君の確率2倍べ、待ってください運営さん、待ってくださいよ、レン君の確率2倍イベはちょっと消えてないですって、ちょっとそれは消えてない、確かにだいぶ出てるけど、え、なにこれ、怖い、怖くなってきた、なに、なに、確率2倍って何、嘘嘘嘘、え、レン君フェス始まっちまったよ、レン君フェス、あれおかしいな、だって、だってさ、今回カラフェスだからさ、何枚引いたらさピックアップとか、ね、ないじゃんねこれ、え、俺一生レン君これこれ、待って、レン君フェス、レン君バースデーガチャこれ、あれ2倍って言ったのに、